いらっしゃいませ、若若チャンネルです。ということでね、今回は前回引き続き確定シリーズ番外編ということで、いやー楽しみですね。前回はね、ビアノスを使って南知多の、ね、魅力が少しでも伝わればっていう、この地産地消にね、まつわるカクテルをこれからやっていきたいなっていう話が前回ね、出てて、でそれでこの間ビアノスやったんだけど、今回はね、ご流通にこのみかん酒飲んでもらう、みかん酒、はい、でこちらが通常販売されているもので、こちらはうちのお店で使わせていただいている業務用のパックですね。で、大分にあるね、道の駅元気の里とかでも買えるんで、まあ、南下まで行かなくてもどうしても名古屋から近いところで買いたいよって方は、そういうところで買います。まあ、南下行ったら本当、どこでもある。で、それぐらい人気の商品なんですよ。ということは、美味しい。じゃあね、南下のね、旅館とか観光施設だったら結構どこも置いてあるみかん酒。このまま飲んでも美味しい。はい、ということで、じゃあね、こちらね、みかん酒、はい、ゆうじくんもちょっと強いかもしれない。見てみて、色が綺麗でしょ。はい、南知多ね、みかんの生産すごい盛んで、実はこのね、和歌山からみかんの苗木がね、一番最初に伝わったのが南知多って言われてるんだよね、愛知県は。で、そこから蒲郡とか、今みかんが有名なところにみかんが愛知県の中で広まってる。歴史もあるよ、ね、そういうのも感じながら、ね、まずはね、そのままいいですか。はい、どうぞ。ちょっと強いかもだけど、度数でいって 7% ぐらい。あ、まあそんなに。じゃあ、そうですね。何よりね、みかんの果汁が 67% 入ってるんで、すごいです。すごい、うん。いただきます。はい。あ、飲みやすい。あ、いける？うん。普通にオレンジジュースで一気に飲みそうになっちゃった。あ、何？オレンジジュースぐらい軽い。全然なんか。美味しい、飲みやすい。酔っちゃうよ、ゆうじ、そんなグビグビいったら。そうだね、そうだね、最後まで。あ、普通に飲みやすい。美味しい、うん、どう、みかんの感じ結構ある。あ、します、します、全然、うんうんうん、まあ、果汁 67% って。へぇ、そっか、やっぱ美味しいね。飲みやすいですね。で、さらに飲みやすくするには、まあ、ベーシックなところに行きましょうか。ソーダ割り、はい、出た、まかまかチャンネルではもはや常識なんですよ。このお酒を作るときは、はい、グラスを冷やしてから作りましょう。で、ここで出る余分な水気を捨てましょう。これで、ね、ユージも家でなんかお酒もし飲むときあったらワンポイントでやってみるといい。一人でいいよ、じゃあ俺がやりに行くよ。でこれ一人で晩酌でもね、お風呂上がるの全然ね、いいベースね。ロス 7% ぐらいしかないんで、まあ、ちょっと多めに70ぐらい入れちゃっていいかなと。これで一回馴染ませて、氷が下がるんで、この分氷は進めましょう。はい、よいしょ。はい、氷を1個足しました。この分で、ね、氷出す、減った分氷出すと、その分味が薄くならないんで、なんだろう、冷たいまま飲めた方が水っぽくならない。そうだ、軽く下から持ち上げて、はい、お待たせしました。どうぞ。わー、美味しそう。みかんのソーダ割り、いただきます。みかん酒、どう？あ、これはこれでまだ飲みやすいですね。飲みやすい、いい感じ。全然美味しい。あ、すごい軽くなるね、うん、うん、なんだけど、やっぱりみかんがしっかり入ってるから、ソーダで割ってもみかん風味が全然損なわれない。うん、美味しいな。こんな感じでね、家でね、これ水割りもいいよね。あ、そうです ね、しっかり味があるから、うん、みかんの味が割っても大丈夫だよね。うん、味がしっかりする。で、面白いのは多分ね、これとかで割ったら面白いと思う。ネクタで、逆があるんでね、このピーチのリキュールをベースにこれをオレンジジュースで割るっていうカクテルがあるんだけど、パジネーブルみたいな。はぁ、い、なんだけど、逆にみかんのお酒をこのネクターで割る、逆パジネーブルみたいな。楽しみ。あ、これ飲みたい。ちょっと今説明だけで通り抜けようとしたら、ゆうじくんからリクエストが作りたいと思います。みかん酒のネクタージュース割り、いいですね。はい、お話しします。これは絶対美味しいです。パジネーブルの逆パジネーブル、そうですね。でもまあベースがオレンジやってみかんだって。一番笑顔、一番笑顔でいただきました。一番飲み慣れた感じの、しかももっと普段ファジネーブル好きだからね。大好きで、大好きで、いいですねこれ。もっとどう、なんかファジネーブルより上品じゃない、まろやか、うん、飲みやすい、ね、うん、普通に美味しい。桃感とみかん感がちょうどいい具合でね、うん、変に想像しないから、めっちゃ美味しいです。
桃の良さもみかんの良さも出る。これはやっぱこのみかんの果汁だろうね。本当に質のいいみかんをこれたくさん入れてるから、じゃないとやっぱここまではいかないみたいな。これね、コンプリートきたいと思います。リュウジ君の飲んでたやつって言ってあげてください。あ、じゃあ名前つけないといけない。大丈夫。名前つけてくれる？まあ、ファジーユージしか言ってない。ファジーユージ。ファジーユージ。ファジーユージ。なんだ、あかん。じゃあ最後にちょっとバーっぽいのを作ろうか。みかんだけをベースにしたオリジナル。こうやってね、重さが違うジュースとか全部お酒の重さが違うんです。こう混ぜるときにシェイカーを使うと混ざりやすいベースのみかん。みかんを30ぐらい、しっかり味があるからね。めちゃめちゃ入れな、しっかり味で、パイナップルジュースさ同量ぐらいかな。で、ちょっとだけキイチゴ、これも甘酸っぱいリキュールだね。キイチゴの甘みもちょっと足して、で、ラム、ホワイトラム、これでお酒感しっかり出しつつ、この別々の味のものをつなげていく。で、ちょっとだけ酸味で味を締めるという意味でライムジュース、フレッシュライムでももちろん。ここで一回合わせておいて、優勝。ワイングラス。からは氷入れてからスピードショットでいきましょう。ユージ君がホットで強くなりすぎないちょっとお湯入れてみましょう。よいしょ。ほい。で、ストローを刺して、はい、お待たせしました。南下のみかんのお酒をベースに使ったオリジナルです。はい、はい、どうぞ。いいですね、目の前で作ってもらうだけでも気分上がるから。あ、嬉しい。いいですね、これ。いただきます。どうでしょう。すごい、また変わった。変わった。どう、みかんの風味しっかり感じる？うん、感じる。もうちょっと酔ってるかも。もう酔ってるもん。美味しい。美味しいです、めっちゃ美味しい。夏っぽい感じ。ユージでもさっきのこのファジーユージには勝てないかもしれない。結構ね、普段お酒飲まれる方はね、こういう。そうですね、なんかお酒が好きな人はいいかもしれないです。めっちゃちょっとね、大人っぽい感じ。甘いのばっか飲んでる僕からするとちょっと大人っぽい、うん、お味、うん、頼む方はぜひ。多分ね、女性とかすごい好きだね、こういうの。なんかすごい、飲んだことないです、こんな。うんうん、こういうね、ちょっとバーンしか味わえないカクテルっていうのもあったりもします、うん、大人な気分感じがしますね。ね、みかん酒こうやってね、ベースでロックで飲んでも美味しいし、水割りにしても美味しいし、さっきのね、味友人みたいにちょっとジュースで割ってみてもいいし、こうやって本格的なカクテルのベースに使える。南下ね、すごいね、みかんの歴史もあったり、さっきの前編のね、ビアもぜひ見てほしいけど、ビアの巣もすごかった。特にメーカーズマークとの相性抜群でした。面白い。こんな感じでやっぱ各地に、今回はベースの巣とかあのね、お酒で液体を使ったんだけど、はい、そのさ、春の南下のイチゴとかもあるしさ、それこそ僕の地元春日井とかサボテンとかあるんですよ。だからね、そういうのもやってみたいんだけど、素材をカクテルにしていくんで。めっちゃありますね。うん、だからこのカクテル編はかなり他のいろんな地域のいろんな特産物使ってやれると思うんで、まあ、地産地消とかね、その地元の食材を PR していくっていう意味でもこれからもやっていけたらいいかなと。ちょっとね、今日前編後編ごめんなさい、こんなラフな格好で。まあ番外編ということで、まあ面白いね、カクテル作り、お酒作りとか、これからもいろんな素材、いろんな地域のものを使って見せていけたらいいかなと思って、ゆうじくんもまたぜひ、ぜひ見てください。お願いします。はい。ということで、じゃあ、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録して、お待ちください。バイバイ。
ありがとうございます。